松永先生、ありがとうございます。家族学の権威であられ、またそれをご自身身をもって生きておられる、先生の貴重な講演いただきました。もう時間が押してはいますが、ホストの堀野先生にちょっと見ていただきたいんですね。ちょっと全体が見れないもので、松坂先生にご質問がある方がいましたら、ちょっとその予定の方はですね、後からじゃなくて今、挙手をお願いいただけますでしょうか。何人ぐらい上がってますか。ゼロ。もし上がらないとしたら、まあ、それもですね、講演があまりにも良くて、もう質問が出ないほど全部対話で答えていただいたから、出ないという、そういう場合もございますけれど、何かこの機会に、ございましたらいかがでしょうか。この放送はですね、ちなみに、録画しておりまして、後ほど YouTube 等で、放映の予定になっておりますが、もしちょっと顔を出したくないって場合はね、ちょっと画面切っていただくというようなこともしていただけたらと思いますけれど、いかがですか。いらっしゃいませんか。ゼロですか、堀野先生。いらっしゃいますか、堀野先生。はい、わかりました。あ、そうですか。じゃあ、短くお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、松坂先生、お願いします。どうもありがとうございました。もう一度ですね、松坂先生に、講演いただきまして感謝の拍手を送りたいと思います。ありがとうございます。とても示唆に富んだ講演であり、また聞いていながらとても、ほっとするというか癒されていくような本当に温かい、時間だったと思います。冒頭で先生が本日の礼拝のこと、またハリ先生の講演のことを触れていただきながら、ご自分の講演に入っていかれたその様子を聞きながら、ああそういう文脈や関係を大切にされて、そのようにこの講演の場でも対話されているんだな、そのような形でですね、スムーズに、先生の講演に入っていかれた、まあさすがだなと思いながら、過ごしておりました、聞いておりました。まずですね、賛美を捧げたいと思います。イエス様は私たちに、グレートコミッション、福音を伝えなさいとともに、グレートコマンドメント、互いに愛し合いなさい、そう教えられました。まさに、先生が語られたそのメッセージの中核にある、ことだろうと思います。イエスが愛したように、130番、この賛美をまず一緒に捧げたいと思います。130万です。
イエスが愛したように私たちも愛し合う、私たちも愛し合う、その愛の中で枝となる時、多くの実を結ぶ。イエスが愛したように、イエスが愛したように、私たちも愛し合う。人が友のため命を捨てるほどの愛はない。共に支え合い、共に助け合う、イエスの愛で共に祈り合い、共に笑い合う、イエスの愛の中。もう一度いきます。イエスが愛して、イエスが愛したよ、私たちも愛し合う、その愛の中で枝となる時、多くの実を結ぶ。イエスが愛したよ、私たちも愛し合う。人が友のため命を捨てるほどの愛はない。共に支え合い、共に助け合う、その愛で共に祈り合い、共に笑い合う、イエスの愛の中。イエスの、イエスの愛の、イエスの愛の中。先生の講演を通して対話の大切さということを教えていただきました。この対話する中で、この場合、子どもの虐待という場合は、親が子どもの意思を尊重する、弱者に対してその意思を尊重すること、そしてそのコミュニケーションが機能されているかどうか、そしてその相手である子どもが愛を実感しているだろうか、そして平和の大切さを学んでいるだろうか、そういう4つのポイントを挙げていただきましたが、親としてまして、その中で子どもの意思を尊重しているつもりであってもそれができていない、そういうことがあるのかな。決して親は子どもを愛してないわけではないし、尊重したい、そして子どもの幸せを願っている、しかしその対話がうまくいってないという現実があるのかもしれないな、そんなことを感じながら、心を痛めて聞きましたけれど、ある時松坂先生からですね、自分のお子さんたちに、歌を作ってる誕生日に、それを聞いていいなと思って私も実践して4人の子供たちにね、それぞれ歌があるんですけれど、それをですね、子供を愛するという気持ちで、
曲を作り、そしてそれを聴いた子どもたちは、まあ、喜んでくれた、まあ、こんなこともですね、対話であり、その一つ一つ、先生が礼を挙げながら、お話しいただいたわけですけれど、特に今、このコロナ禍の中でストレスがたまって、経済的に大変だ、あるいはうまくいかない、いろんな辛く当たられることがある、そうすると弱者に辛く当たるという、その中で家庭、特に弱い、奥さんや子どもたち、そういう人たちに、虐待をしてしまうという、そういう悪の連鎖が、あるだろうだったと、思われます。そのような中で、それがどうやってとどまっていくのか、それはまず私たちがまず、それを止めなきゃいけない、イエス様の愛によって、もし仮に自分のお父さんお母さんがそのような虐待をしたとしても、それを悪いと言って責めたところで、何も埋まらない。そのような中で親を許す、そしてイエス様から癒していただく、そしてその連鎖を子供に向けない、私たち一人一人がその罪の連綿とついているその悪の連鎖を私たちから断ち切り、そしてですね、私たちがその一人一人に愛を優しさを分かち合っていく、そこからきっと始まっていく、私たちが対話をし始めていく、そこから始まっていく。ある時私がとっても急いでいて腹を立てていて、車を運転してたことがありました。隣から来たあるトラック会社の人がね、ニコニコしてね、そっちが優先なのにね、どうぞってこう言っていただいてね、優しく譲っていただいた。でその経験がですね、もう自分が腹立ててるのが、どうしちゃったんだろうと思い直して、私もですね、その後、車を譲ったり、その優しさの連鎖が広まっていった、そんなことを思い起こしますが、先生から愛と優しさ、それを対話という形で、教えていただきましたけれど、私たちからその悪を止め、そしてイエス様からいただいたものを持って対話し、そして私たちを通してその虐待が収まるばかりか、愛が広がっていくことができるように。討論というのは私が正しい、あなたは間違っている、変えようとする。でも対話というのは、その対話の中でいかに自分が変えられていくか、それを楽しみにすることだと、言っていただきましたけれど、私たちも変えていただいて、対話できる人に、そしてその私の一人が広がっていくんだ。皆様、そんなことを私たちは、学んだのではないでしょうか。対話でき、そして虐待がなくなり、温かい家庭が増えていくように、広がっていくように、キリストの愛によってそのような愛のリバイバルが広がっていくように、皆様一緒に声を出してその場でお祈りいただきたいと思います。ただ神を見上げて祈りましょう。一緒に祈りたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。先生を通して対話の大切さ、素晴らしさを学びました。イエスが愛したように互いに愛し合う、私たちはその愛があまりにも大きすぎるので実感できないで、そして自分が愛していないともすると虐待してしまっている、そのことにも気づかないでいてしまった、そのようなことを許しくださり、神様どうぞ、私たちにもし傷があるならば、その傷を癒してくださって、神様、傷が癒されるだけではなくて、私たちが愛を、優しさを、対話という形で向けていくことができ、その相手が、ああ、意思が尊重されている、分かってもらっているんだ、愛が実感され、本当に心と心のコミュニケーションが成り立っていく、そのような神様、家庭を
社会を、国を、私たちの人間関係をそのようにしてください。特に私たちの家庭がそのような愛と対話で、笑顔で、優しさで満ちたような家庭になっていきますように、神様あなたが私たちをそのように作り変え、そのように生きさせてください。お願いいたします。今祈っておられるお一人お一人のその祈りに応えてくださり感謝いたします。一つになって断食をして祈っております。神様その祈りに応えてくださり、コロナ禍の中にあってストレスがたまり、鬱憤がたまってイライラして、そのような中で神様どうぞ優しさをもたらすことができる私たちでありますように、私たちとさせてくださいますように、心から願い、心から感謝をし、イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。イエス・キリストは私たちに、ゴールデンルールを与えられました。自分がしてもらって嬉しいことをしてあげなさい。ユダヤ教では自分がしてもらって嫌なことはしないようにしなさい、まあ、そういう消極面が教えられ、イエス様は積極面を教えられたわけです。やってもらって嬉しいこと、まあ、例えばですね、分断がある、米国大統領選挙2020においてですね、まあ、その前からですけれど非常なる分断があるとこう言われています。アメリカの現職のトランプ大統領、そして民主党のバイデン氏、まあ、この一騎打ちによってですね、非常に、その分断が激化するという、そのような中で、まあ、決してですね、お互い自分が責められて嬉しくない、でも人は優しくしてもらいたい、まあ、そのような中でですね、本来はしてもらいたくないんだったらですね、そんなに、喧嘩しなくてもいいのにってこう思うんですけれど、まあ、本当にこの今分断がされてますね、まあ、民主主義と共産主義だとかそういうこと以上にもう善と悪というかですね、本当にどうしようもないところまで、このアメリカの現状を見ててですね、心痛めます。そして言われてるのは、アメリカで起こることは数年したら、まあ、10年以内ですね、日本でも起こる、まあ、そういうふうな現状を私も経験してきました。ですから人事ではない、まあ、そのような中でですね、ぜひ、神の御心があの大統領選挙、そしてその結果、まだどうなるかわからないというふうなことを言っておられる方もいらっしゃいます。まあ、ここでですね、どちらかを応援するというようなことを言うとですね、あの非常に、また分断が起こります。聖書の言ってるのは、上に立つ者のために祈りなさい、ですからですね、今立てられている大統領であるトランプさん、そして、次期大統領が誰になるのか、まあ、バイデンさんだと言われていますけれど、神が立てようとしておられる方のために祈る、それがですね、クリスチャンの平和と一致をもたらすと思うんですよね。日本の政治でもですね、どこどこ政党で、総理がどうでっていうとですね、必ず分断が起きてしまいます。まあ、それはですね、一応持っておいて、とりあえず棚上げしてですね、私たちが一つになれる方法は、そのリーダーのために祈る。神の御心がなされますように、神の御心のリーダーが選ばれますように、今アメリカがそのような分断がされておりますけれど、自分がしてもらって嬉しいように、まあ、それはですね、批判されて嬉しい人はいないわけです。本当に平和的に解決していきますように、アメリカのために、特にそれがですね、今世界的な、危機ですので、まあ、時間の関係でですね、今このアメリカの背景で、中国共産党がね、まあ、香港の民主化運動に携わった人たちを大量逮捕してるって、まあ、そういう、人々の目がアメリカに行ってる時にそういうことが、行われてるってこの現状がありますので、この中国、特に香港の人たち、そしてその、政権を神様が導いてくださるように、
そしてですね、もう一緒にしてしまって申し訳ありません。アメリカ、中国、そして私たち日本、このコロナウイルス対策を一丁目一番地として、掲げております菅総理のために、現政権のために、上に立てられた者たち、そしてその分断がなくなり、文字通り、対話していくことができるように、立場が違い考え方が違ってもその国の中に対話が生まれていくように、アメリカ、中国、日本、その国境を越え、国々を越えての課題になりますけれど、それぞれ、の国に おけるこの分裂が、対話とつながっていくように、流れていくように、そのように向かっていくように皆さん祈ろうじゃないでしょうか。一緒に声を出して共にしばらく祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。主よ、米国大統領選挙2020、4年前、トランプ大統領が大統領になる、そのことあたりからも特に今まで隠れていたその分断がはっきり出てきているような現状の中で、神様、あなたはどのように見ておられるでしょうか。善と悪の戦いのような様相になっておりますが、神様どうぞ、人がなすことです、完全はありません。神様どうぞ、対話が生まれていきますように。神様、次期政権が定まった後に対話が生まれていきますように。そのアメリカの中に神様、あなたの助けが、神様、御心をあの選挙結果にもたらしてくださいますように、心からお願い申し上げます。その陰で中国共産党が行っている民主化運動をした人たちを禁錮刑に処し、あの若い大学生たち、あの民主化運動に携わった方々を刑務所に入れていく、問答無用で裁判にかけて有罪にするような、そのような状態の中で、神様どうぞ、あなたが許されたことですけれど、あなたが中国のあの国、特に共産党、神様、あなたがお導きください、助けてくださいますように、心からお願い申し上げます。また日本、新政権が誕生して今このコロナウイルスで奔走されております、神様、菅総理大臣と、また、官僚閣僚、また与党、そして野党、衆参両議員、そして神様、上に立たれている方々、神様、その判断を神様、あなたがお導きくださり、その方々をあなたがお守りくださいますように。どうぞその祈りを通して平安な一生を過ごすと言われるように、神様、クリスチャンの中で政治的なことで喧嘩をしたり対立するのではなくて、一緒に祈り平和と対話を持っていくことができるように、神様、日本の教会、そしてまたこの政治で分断されることがないように、この日本の国に、世界に、そしてアメリカに、神様、また中国の、神様、政府のうちにあなたがお導きくださいますように、心からお願い申し上げます。神様、助けてください。今こそ分断が取り除けられてきますように。神様、今の時代、ただ単に弱い者だけが虐待されるではなくて、力がある者も押さえつけられるような、そのようなことが行われています。神様どうぞ、対話をしていくことができ、神様、そのような分断が、イエス・キリストの十字架がその隔ての中敷きを取り除いた、私たちの努力や意志だけではどうしようもありません、イエス様がお働きくださいますように。神様、あなたが助けてくださいますように。主を心からお願い申し上げます。神様、私たちが今日祈るべき祈り、そして私たちが向けるべき、学ぶべきことを、今日のこの2つの講演を通してあなたがお導きください。そして今、私たちが御霊自らが言い難き嘆きを持って取り出していただいて、祈らせていただいて、心から感謝いたします。なおも明日まで続きます、その祈祷会をお導きください。
私たちが御心にかなう祈り、あなたが取りなしていただくその祈りを祈り続けていくことができ、そして神様、あなたからの答えをいただいて私たちが生きていくことができますように、神様、あなたがお助けくださいますように心からお願い申し上げます。感謝を持ってあなたの御前に栄光を返します。祈ってく答えられることを信じて心から感謝いたします。神様、日本国民の中に神様苦しみを持っておられる方々、コロナの恐怖に怯えている方々、特にまたコロナに感染してしまった方々のうちに神様の導きが助けがありますように、神様、心からお願い申し上げます。神様、コロナの感染からお守りください。免疫力を与え、神様、一人一人が神様、主の召しを、主の使命を果たしていくために健康をお与えくださいますように、心からお願い申し上げます。今日講演されたお二人の先生たちの健康、そしてここで祈っている祈りの勇士の皆さんの健康が、そして日本のクリスチャン、牧師先生、そして日本国民、神様、世界がこのコロナから守られますように、神様、あなたが助けてください。心からお願い申し上げます。感謝を持って信じて祈ります。神様、助けてください。そしてあなたがしてくださることを期待します。そして神様、新しいことを2021年に行ってくださいますことを心から感謝します。愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りを捧げます。アメン。祈りの時間を共に過ごしてまいりました。本当に有意義な時間でした。この2つの目のこの講演会を締めるにあたって、何曲か賛美をしたいと思います。栄光イエスにあれ、神様にイエスキリストに栄光がありますように。5番、新しいことをしてくださるという神様が、素晴らしい一年として、素晴らしいことをしてくださると信じ期待してこの賛美をいたします。158番、誰も見たことのないことがいい。
叫び続けよう、叫び続けよう、主のなされる御業を伝えよう、荒野にはして主に感謝の握手を一緒に皆さんで捧げていきましょう。神様ありがとうございます。そしてまた、本日講演を導いてくださいましたハリ先生とまた松坂先生にもう一度感謝をしたいと思います。貴重な時間をまた、準備をして講演してくださってありがとうございました。皆様お疲れ様でした。本日のこの断食祈祷聖会2021はいかがだったでしょうか。本当に素晴らしい時間を、過ごすことができました。最後にですね、まとめそして明日の予定ということなんですが、これはいつものように、姫井先生の、総括みたいなものでよろしいんでしょうか。教えてください。はい、じゃあよろしくお願いします。